目を閉じて、神様の前に静まって今礼拝者として整えられる時間となりますように整えていきましょう。まず初めに聖書の御言葉を一つ読みたいと思います。詩編の18編の30節から33節まで読みたいと思います。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の他に誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。アメン。しばらく目を閉じて主の御前に出ておきましょう。今日も礼拝者として整えられますように、主が我ら一人一人の人生を完全な道へと導かれますように、期待を持って感謝を持ってまず心を静め礼拝へと導かれます。作られた祝福の日であります。主よ、今日も私たちが与えられているこの日を、またこの1週間を喜び、あなたを称え生きることのできる日々であるように祝福してください。そのためにまずこの礼拝の時間を精別してくださいますように、私たちがただただ主よ、あなたと深く交わることのできるこの時間として、この礼拝を聖別してくださいますようお願いを申し上げます。今この場所、あなたの臨在でもってください。あなたの血潮でもってください。悪いものが指一本触れることがありませんように、ただただあなたの愛と恵みと祝福でこの場所、そして我ら一人一人が満たされますように主に期待します。ハレルヤ、感謝します。今日も喜び、主の宮へと進み行きます。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。では今日も賛美をもって礼拝を始めてまいりましょう。感謝、賛美と感謝をもってね、主の御前に出ていきます。
主の皆を崇めるときに、その場所に主の平和と主の恵みが訪れることを感謝します。今日重荷を負って苦労して疲れ果てて思い煩いの中でこの場所に来られた方々がおられるでしょうか。過ぎた一週間、さまざまなことの中で悔しい思いをしたり、イライラしたり、ストレスを抱えて、そのままの姿でこの場所に来られた方々がいるでしょうか。今日主の宮を賛美するときに、それら全てが取り除かれ、主の平和と主の恵みで私たちを満たしてくださいますように。主を見上げます。今ただただ一対一で神様、あなたと向き合って礼拝するものとしてさらに導いてください。主を感謝します。喜びます。賛美します。Thank you.
力を受けて本当に新しい習慣喜びと感謝の中で始めていくことができるようにどうぞ導いてください。すべての栄光を主に捧げます。今から祝福の御言葉受けたいと願っております。御言葉を通してさらに私たちを慰め強め力を与え主よあなたの器としてさらに強められ整えられる時間であるように祝福してください。主がお語りくださいますように聞く一人一人が本当に主よ今日も勝利していくそのような聖霊の働きが豊かに与えられることを期待して感謝して信じてイエス様の名前でお祈り申し上げます。アメン。